QUICPay+ は日本の決済サービスである。クイック&ユースフル IC ペイメントの略。2005年から開始されたQUICPay及びQUICPayの機能を拡張し2016年から開始されたQUICPayがある。当時のソニーが開発したフェリカを採用した決済サービスであり、JCB の登録商標である。ペイという名称ではあるが、ネット決済や QR バーコード決済にペイという名称が使われる前からあるため、これらの決済方法には対応しない。QUICPayというオリジナルキャラクターがいる。QUICPayは JCB 及び当時の4クレジットサービスが開発し、2004年7月20日に発表した。JCB は2005年4月4日にQUICPayのサービスを開始している。一方、当時の4クレジットサービスはQUICPayの採用を見送り、当時の NTT ドコモが運営する iD を採用し、2006年11月1日からサービスを開始している。イオングループ各社が経営する店舗では2010年までQUICPayが導入されなかった。QUICPayは対応するカードや携帯電話を加盟店の端末にかざして利用することができる。QUICPayはQUICPayの機能を拡張した決済サービスである。2016年10月25日からAppleが提供するApple PayがQUICPayに対応した。2018年3月22日から、みずほ銀行が提供する、みずほワレットを利用して、デビットに対応した。2018年10月9日から Google が提供する、Google Pay がQUICPayに対応した。QUICPayの加盟店は、QUICPay及びQUICPayの両方を取り扱うことができる。QUICPayとして利用される場合は1回の会計で2万円を超える金額を取り扱うことができる。ただし、みずほワレット、三菱 UFJ 銀行が提供する MUFG ワレット Google Pay は3万円までに限られる。QUICPayは対応するスマートフォンやスマートウォッチを加盟店の端末にかざして利用することができる。QUICPayとは異なり、カードで利用することはできない。専用カードQUICPay機能だけの専用カードであるが、クレジットカードに追加して発行されるもので、専用カードを単独で申し込むことはできない。JCB、SMBC ファイナンスサービス、住信 SBI ネット銀行、アプラス、オリエントコーポレーション、トヨタファイナンス、UCS などが発行している、クレジットカードに追加して発行することができる。カードと称しているが、機能を阻害しない限り形状は自由である。例えば、JCB はコイン型のQUICPayコインを発行している。また、JCB はかつて期間限定でブーメラン型という形状のQUICPayカードを発行していた。QUICPay nanaco一体型のENEOSのキーホルダー型Speedpass+。裏面にはQUICPay nanacoのロゴが印刷されている。nanacoカード7カードサービスが発行するnanacoカードはQUICPayとして利用することができるをQUICPayとして利用することはできない。同社のほか JCB、SMBC ファイナンスサービスなどが対応している。また、非線連釧路、非線連ジェミス、日線連ホールディングス、非線連ライフサービスが取り扱う日線連QUICPayや JCB グループの中部信金カードが発行するCHUBUCA、福井銀行が発行するJURACA、中国銀行が発行する晴れの国カードもnanacoのほかQUICPayとして利用することができる。特殊な形状のものとして JCB が全日本空輸と提携し発行する ANA JCB カードに追加して発行される ANA QUICPay nanacoもnanacoのほかQUICPayとして利用することができる。なお、当時の JXTG エネルギーが発行していたSpeedpass+ は2019年6月末をもって新規の発行を終了した。電子マネー一体型電子マネー機能を搭載したQUICPayカードもある。例えば JCB グループの広島銀行が発行するひろぎんパス P にはパス P 運営協議会のパス P が搭載されている。また、トヨタファイナンスがトヨタオートモールクリエイトと提携し発行するトレッサスタイルカードプラスにはトレッサマネーが搭載されている。クレジットカード一体型クレジットカードにQUICPayの機能を搭載したものである。JCB、住信 SBI ネット銀行、オリエントコーポレーション、トヨタファイナンスなどが発行している。お財布形態で利用することができる。アプリは JCB が提供するQUICPay設定アプリ及び各社が提供するQUICPayアプリが必要である。1台のお財布形態には1つのQUICPayモバイルのみ登録することができる。しかし、複数のQUICPayモバイルを申し込むことと申し込んで登録しないままにすることは可能であり、従前のQUICPayモバイルを削除し、別のQUICPayモバイルを登録することは、煩雑ではあるものの可能である。なお、KDDI 及び沖縄セルラー電話は au 向け、EG アプリの配信を2018年3月31日、ソフトバンクはソフトバンク向け S アプリの配信を2020年3月24日をもってそれぞれ終了したため、これらの機種では新たにアプリをダウンロードすることができなくなったほか、フィーチャーフォンでは au 及びソフトバンクが同年10月31日、NTT ドコモが同年12月1日をもってそれぞれサービスを終了した。また、アメリカンエクスプレスインターナショナルは2019年2月28日、非線連グループ各社は2020年4月30日まで、JCB グループ各社は2021年3月31日に、それぞれQUICPayモバイルを終了している。QUICPayモバイルに登録するには、対応するクレジットカードが必要であるが、クレジットカードを発行せずに、QUICPayを利用することができるサービスとして、トヨタファイナンスのお財布くんQUICPayがある。上記のほか、Google Pay や Apple Pay でもQUICPayを利用することができる。辞表に記載する各社が発行するクレジットカードがQUICPayに対応している。辞表に記載する各社が発行するデビットカードがQUICPayに対応している。辞表に記載する各社が発行するプリペイドカードがQUICPayに対応している。QUICPayに対応する端末の数は2019年12月末時点で約113万台、2020年3月末時点で約116万台、同年6月末時点で約121万台、同年9月末時点で約130万台、同年12月末時点で約133万台と推移している。加盟店は JCB、UC カード、トヨタファイナンスなどが開拓している。利用することができる加盟店は辞表の通りである。クレジットカード、デビットカードを扱う加盟店はQUICPay対応の信用照会端末に置き換えるだけで、QUICPay決済機能を追加することができる。当初はカードネットのオムロン製端末しか選択肢がなかったが、今では共用端末も含め各メーカーの CAT が登場している。最近では NTT ドコモが提供している iD や楽天エディなどと複数の電子マネーを扱える端末を加盟店に設置している。エディオングループ、スカイラークグループの店舗の端末は複数の電子マネーが使えるようになり、電子マネーの利用を促進している。なお、富士電機の下記の端末は2014年10月以降に発売されたスマートフォンの一部においてQUICPayを利用することができない場合があることが告知されている。次の各社の機種のうちフェリカを搭載するものでQUICPayを利用することができる。上記のほか、SIM フリーの機種でも利用することができる。ただし、みずほワレットを利用する場合は、Android 5.0 以降、MUFG ワレットを利用する場合は、Android 6.0 以降に限られる。Google Pay をインストールしたスマートフォンでQUICPay+ を利用することができる。ただし、Android 5.0 以降のフェリカを搭載する機種に、フェリカネットワークスが提供するお財布形態 6.1。5以降をインストールする必要がある。iPhone 日本の Apple Pay に対応する iPhone でQUICPay+ を利用することができる。ただし iOS 10.1 以降に限る。Apple Watch 日本の Apple Pay に対応する Apple Watch でQUICPay+ を利用することができる。ただし WatchOS 3.1 以降に限る。QPay によるQUICPay紹介編とキャンペーン編QUICPayの利点を様々なスポーツになぞらえたテレビ CM が JCB より展開されていた。各 CM に共通するのは、ノーというキャッチコピー。またそれぞれのユニフォームの配色も、QUICPayのロゴの配色を模したものとなっている。ありがとうございます。